1分で学べる日本の金融機関、今回は静岡銀行。同時多発テロの時、ニューヨーク支店が貿易センタービルにあったが、行員全員が無事に脱出できたことで有名な銀行。売上高1800億円、従業員2776人、貸出残高9兆3000億円、預金残高11兆1000億円。これはうなぎパイが1400億個買える金額。店舗数国内177店舗、海外3店舗。合併の歴史、1943年に静岡35銀行と遠州銀行が合併し静岡銀行となった。以降2年間で8つの金融機関と合併。総合職平均年収1000万円。アスリート採用に力を入れている。住宅費の補助がないらしい。